この土日はね、格安とか無料で、クラシックコンサートに行っておりました、みつでございます。今回は懸賞当選届いたのこれですっていうことで、開封していきたいと思います。他にもね、社会問題とか資格の話とかいろんなテーマで話していくんですけども、チャンネルの再生リストに分かりやすく分類されてますので、再生リスト上の方のね、この動画も一回見てみてください。あとこのチャンネルはですね、僕が実際に体験したことを中心に紹介しておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、話していくんですけどもね、まあここのとこね、まあ今2024年の6月なんですけどね、まあ、非常に暑いですね。まあこれからね、梅雨に入ると寒くなるのかなとは思うんですけどね、まあ、非常に暑くなってるんで、皆さんもね、男性でも、場合によってはね、日傘とか買った方がいいかなと思うんですけどね。今回はね、またいつものようにこの当選品をね、開封していきまして、あとはね、その当たったものでこうフリートークみたいな感じで、話していこうかなと思うんで、よかったらね、最後まで、お聞きいただければと思います。じゃあですね、ちょっと、これ切っていきますね。ほうほうほう。ちょっと取っちゃいますよ。よし、ちょっとすごい。はい、これね、もう開封というか開けましたね、また。これね、ちょっと名前とかね、当選した商品が書いてあるんで、ちょっとですね、ここだけまず見せようかな。この前も当たりましたよね、ジャイカのってね。前も当たったんですけども、今回もね、ジャイカのが当たってるんですよ。じゃあですね、ちょっと何が当たったのかね、紹介していきたいと思います。当たったのは、こちらなんですね。これ。これだけではちょっとわかんないんで、開けていこうと思うんですけど。よし。これね。何かな。なんとなくもう想像はつくと思うんですけど。これね。あ、結構でもいいっすね。このジャイカの、トートバッグですね。トートバッグ。あ、これいいかもしんない、結構。ちょっと倒れちゃったとか。結構ね、大きいので。ちょっと待ってください。ジャイカ。なんかね、この前のジャイカのトートバッグはね、小ぶりのものだったんですよね。あ、これちょっと倒れちゃった。まあ一応ね、使おうかなとは思ってるんですけど、車の中に入れたりね、してはいるんですけども、なかなかちょっと使ってないんですけどね。まあ、こっちは、お買い物した時とかね、何かそうだな、ちょっと出かける時にね、本入れたりとか、なんかそんなね、手帳入れたりとか、まあ、そんな感じでいいのかなと思うんで、まあ、結構ね、これ JICA、当たりますね。検証としたら、このジャイカ検証、おすすめかなと、ね。じゃあね、検証に送ってみようかなとね。じゃあね、検証に、まあ、検証とこれ読めなくもないですよね。まあ、KH ですけどね、けど。まあね、よかったら、このジャイカの検証、トライしてもいいのかなと。そういうふうに思っております。まあ、もうちょっとね、話そうかなと思うんですけども、まあ、今回はちょっと、まあ、もうちょっと話そうかな。僕もそんなにね、この、ジ
ジャイカの活動って詳しくはないんですけども、やっぱちょっとね、僕もまあ、ジャイカちょっと置いといてね、こういう支援一般についてやっぱ思うのが、日本ってね、その海外の国を助けてる場合じゃないと思うんですよね。やっぱりね、まあ、ある程度この先を見越して、そういう発展途上国とかにね、支援するっていうのは、それはそれでありとは思うんですけども、やっぱりね、そうは言っても、国民の方が今大変じゃないですか。だからね、やっぱり国民の方にね、どんどん支援していくっていうことが、やっぱ第一なんじゃないかなと。まあ僕はそういうふうには思うんですよね。で、最近ね、ちょっと聞いた話で、これなるほどなと思ったのがね、日本っていろんなね、アメリカに支配されてるとか、まあヨーロッパにね、支配されてるとか、まあそういう話って聞いたりしますよね。で、まあそのね、戦争でもこう負けて、アメリカにこうメタメタに負けてね、大変なことになったっていう、まあそういう風な話なんですけどもね、この本当のね、まあ悪いやつって言ったらですけども、本当のこの問題起こしてるっていうのはね、日本のこの上の方にいて、まあ本当の上の方っていうのは、その日本のね、上の方っていう、まあそういう話らしいんですけども、まあその海外の方ともね、上の方同士では、まあ繋がってるんだよっていうね、そういう話もあるんで、こうね、いわゆる一般的にね、言われてることを、こう、盲信的に信じるんじゃなくて、本当のとこはね、どうなのかなっていう、そういうこう視点っていうのもね、大事なんじゃないかなと、そういうふうに最近思ってますね。やっぱりこう、みんながやってるからね、自分も合わせてやるって言っても、みんながやってることがね、正しいっていう、まあそういうわけじゃないですからね。やっぱりこのコロナのあたりからね、ちょっとなんか変だなっていうふうに思うことって増えてきてますよね。あといろんなね、今まで問題になってなかったようなこともね、こう表面化してきてるような状況なんでね、そういうことをこう俯瞰してね、全体的に見て、何が起こってるのかなとかね、こういう思惑があるんじゃないかなとか、そういうのをこう見破ってね、ぜひとも、行動していってほしいなと、私も行動していきたいなと、思っているところでございます。今回はね、ちょっと余計な話を追加したんですけども、こんな感じで締めさせていただきます。あとね、HMV がちょっと近くの HMV が、閉まっちゃったんで、閉店しちゃったんで、フリーペーパーがゲットできなくなったんですけども、その以前のフリーペーパーを使ってね、新しい懸賞も応募できるっていうのをこの動画撮ってる時に思い出したんで、そっちもまた送りたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。ちょっとね、フリーペーパー紹介しておきましょうか。こういうのとかね。まあ、これでも当たったことあったかな。これともう一冊にあったんですけど、ちょっと見当たらないかな。ちょっとですね、何か他のもあると思うんで、もう一種類あるんですけどね、HMV。ちょっとまた、送ってみたいと思います。バイバーイ。